皆さんこんにちは大阪ミュージアムス学芸員トークシンクをお送りしますトークシンクは大阪市博物館機構や大阪市文化財協会に所属する美術・歴史・自然・科学などさまざまな分野の学芸員が専門の分野について今話したいことをお話しするトークイベントですそれではスライドに切り替えをお願いします 本日は私大阪市立自然史博物館の松井翔子が大阪の淡水魚の危機外来魚による遺伝商戦というタイトルでお話をいたしますまず簡単に自己紹介なんですけれども私は大阪市立自然史博物館の魚類の担当の学芸員をしていますでまあ専門は魚類なんですけれども標本の 保管ととかか理に関してては両生類類爬虫類も扱っていますでそれからあの研究テーマなんですけれどもあの、えっと、まあいきなりちょっと難しい単語がいくつか並んでいますがあの沿岸生魚類の系統地理ということであのまあ沿岸に住む,あの住む魚たちの,あのまあ種内の、えー、地域集団であったりとか、まあ、遺伝的な多様性っていうのをあのその分法をですねあの見たりとかするような分野です。 それからですね、えっと大阪府大阪湾瀬戸内海の魚類層なんかを調べています。まどんな魚が分布しているかとかですね、まそのえっと分布変遷なんかを見るようなテーマになっています。それからですね、あの三つ目はあのその一部になるんですけれども、大阪周辺における外来生物の分布変遷ということで、あの今日お話しするあのテーマに関係しているんですけれども、あのこれこのようなあの研究をテーマにしています。 それですねあの、まあ、今、伝えたいお話ということで、わくわくするようなお話をお届けできたらいいなというふうに思うんですけれども、まあ、どうしてもその外来生物の話っていうふうになると、まあ、ちょっとこう、あの説教めいたというか、あの重たいお話になり,なりがちなんですけれども、まあ、ちょっとあのお付き合いいただけたらなというふうに思います。 でまあ、ちょっと,えっと張り切ってですねあの内容を詰め,込み詰め込みすぎてしまったのでトントンといきたいんですけれどもき今日お話しするテーマは2つありまして大阪,の大阪府の外来魚の生息状況それから2つ目に大阪府における外来魚による遺伝子汚染についてお話をいたしますでその例としてですね土壌それからメダカについてご紹介したいと思います早速1つ目の 大阪府のの外来魚の生息状況についてお話ししま,すでまずですね外来生物とはという定義のお話からなんですけれども外来生物と聞くとですね国外から持ち込まれたなんかちょっと強そうなというか怖そうな魚とかそんなふうなイメージがあったりするかもしれないんですけれども実際にはもうちょっと範囲というかが広くてですね 人によって運ばれ、人の管理下を離れた生物というふうに考えています。で、これはですね、あの国外から持ち込まれただけではなくてですね、まあ、国内の他の地域であったりとか、あのほえそあの,そあのまあ、原種から改良された品種改良されたまあ、あの品種ですね、そういうものがあの持ち込まれた場合にも外来生物。 まあ、特にですね、あの人の管理下にあるうちは外来生物とは言わないんですけれども、あの人の飼育環境っていうのを,を離れて、えーまあ、野生化したような場合にあ外来生物というふうに認識をしています。それで,ですね、まあ、あの大阪で、まあ、どんな外来魚が見つかっているかっていうことなんですけれども、あの私が把握している範囲で、まあ、少なくとも46種が報告されています。 さまざ、あ、まな魚が報告されているんですけれども、まあ、それをですねいくつかの視点でちょっと見ていきたいと思います。でまずはですね、まあ、どこからやってきた魚なのかっていうことなんですけれども、えっとまあ、外来生物の中でもですね、まあ、特にその在来の生態系の影響悪影響が大きいということで特定外来生物外来生物法において特定外来生物 に、えっと、指定されているものというのがあるんですけれども、まあ、そういうものがの原産地というのは魚に関してはです、ね、北米がとても多いんですけれども、まあ、種数にするとです、ね、一番多いのはあの北米ではなくてアジアなんですね、えー、大阪で見られる46種のうち12種というのがアジアが原産地になっていますでアジアが多い、まあ、原因としてはです、ね、あの日本から地理的には近いということもありますし、まあ、あとはその過去に あの養殖するための,その種苗としてですねアジアからあの魚が輸入されたっていう歴史があってまあそれがまあそのままあの定着してしまったケースだったりとかあるいはまあそれに混入して持ち込まれるようなケースっていうのがありましたで続いて第2位なんですけれども第2位にあの多いのはですねあの日本なんですねでこれが2番目ですね で、あの、まあ、南米、アフリカから持ち込まれたものっていうのもあるんですけれども、あの、右下にですね、その他って、えっ、ー、と書いているものがあります。で、これですね。あの、先ほどもちらっとお話しした、あの改良品種ですね。で、まあ、これがあの、まあ、もともと、まあ、野外にはいなかったもので、それ、あの、野まあ、野外。 にいた原種からまあ改良されて、えー、まああの飼育用にあの品種改良されたものっていうのがあの野生化したものっていうのが五種類ほどいます。それでですね、えっ、ー、とまああの外来魚がどこから持ち込まれたのかっていうあの区分でですね、第一第二第三の外来魚っていうふうに呼ばれることもあります。で、あの国外他の国から入ってきた魚っていうのをまあ第一の外来魚 それから第2の外来魚として他の国内の他の地域から入ってきた魚っていうのを国内外来魚っていうふうに言ったりします。そして第3の外来魚ですけれども、まあ、これはあの人が改良してあの、まあ、野生化したあの、まあ、品種として固定されたものが野生化したものそれを第3の外来魚っていうふうに言ったりします。それですね、えっと、飼育品種 人工改良品種についてもう少し詳しくご説明するんですけれどももともとはですね、まあ、野生にいるあの個体の突然変異個体っていうものが、まあ、時々出てくるんですけれども、まあ、これについてあの、まあ、特別な色だったり形だったりとかってするようなものを選別して交配を繰り返すっていうことをする,することによって、まあ、野生個体とは遺伝的経済的生態的に異なる品種として固定される。 えことになるんですけれども、えっと、まあこれがですね、その,あの管理されているうちはですね、あの外来生物ではないんですけれども、まあ、これがあの野外に持ち込まれた瞬間に外来生物になります。それでこの左下のですね、あの写真はですね、あの野生の南メダカなんですけれども、それをえっと改良したヒメダカっていう。 ものがあの人工改良品種のまあ代表的な種類なんですけれどもあのちょっと見ていただくと色があの違うといいますかあの南メダカ野生の南メダカには見られる黒いあの点々というか模様みたいなものがヒメダカには見られないとあのそういうふうなあの特徴があります。でですねあの大阪にえっと持ち込まれているあの外来魚持ち込まれた外来魚のまあ第1第2第3の外来魚の区分でえっと見てみますと。 あのまあ、国外外来魚が一番多いのは多いんですけれども、まあ、国内外来魚それから飼育品種もまあそれなりに割合としてはあるということですね。それからですねあの移入の経緯ですね、まあ、どういった経緯であの持ち込まれたのかっていうことになるんですけれどもあの実はですね一番多いのはですね漁業。 の目的であの修業放流されたりとか、あとはあの遊魚釣りですね釣りの目的で放流されたというようなあの経緯を持つ種類が一番多くなっています。でまああるいはもそれに混入して導入されたものっていうのも含めていますけれども、でまあこれでですねあの。 漁業者の方が悪いとかっていうような話ではなくてですね、これは漁業者の方はです、ね、内水面漁業のではですね漁業法に基づいて漁業権の対象種っていうのを増殖する義務がありまして、でその推奨されている方法として放流っていうのがあるんですね。なので、それに従って放流をしているだけなので、漁業者の方が悪いっていうことではないんですね。でただですねその漁業 の放流っていう考え方とそれからまあ外れ生物対策であったり生物多様性の保全の考え方っていうのとはちょっとえまあ考え方がなじまない部分があるっていうことになります。それからですね2つ目に多い要因としては観賞魚のが、まあ、逃げ出して、えー、それがあのまあ野外で見られるといったようなことですけれども、まあ、これがまあ割合として2番目に多い。でえー、と3番目にですねあの まあちょっとあの4%なんですけれども環境美化の目的で、えー、されたんじゃなないかって何かといいますと、まあ、この,あの例えば川に魚が少ないよねでこの魚を入れてあげるとちょっと川が賑やかになるよねみたいなことであの環境が良くなるんじゃないかっていう勘違いをして、えー、と入れるケース入れられたケースっていうのがあります。で、まあ、善意の放流って言われたりもするんですけれども、まあ、こういう経緯で放流されたものっていうのも一部含まれます。 外来生物が持ち込まれてもです、ね、それがあの定着しなければ、まあ、それほど大きな悪影響っていうのはがないケースが多いんですけれどもえ、ね、定着してしまうと、まあ、その長きにわたって、まあ、在来生態系にいろいろな悪影響を及ぼすことがあの懸念されるんですけれども、まあ、そもそもその定着 してるかどうかっていうのを判断するのが結構難しいケースがありましてで、まあ、その,あの基本的な判断基準としてはですねあの繁殖とか、まあ、世代交代を確認することができればあの定着したというふうに考えるんですけれども、まあ、それが確認できない場合もあってそういう場合にはですね例えばあの複数の成長段階小さい個体から大きい個体まで確認できるとかそういうものをまあ総合的にそういう状況を総合的に判断して定着したかどうかっていうのを判断します。 でまあ、大阪で見られるその46種の定着未定着の割合ですけれども大体半分ぐらいがもうすでに定着してしまっているという状況です。それでですねあの、まあ、外来生物問題っていうふうに言われるんですけれども何が問題なのかということをちょっとお話ししたいと思います。でまずはですねあの、まあ、2つ大きく項目としてはありましてで1つはまあ在来生態系を脅かすっていうこと。 それから1つ,つ目の在来生態系なんですけれども、まあ、これをどのようにして脅かすということなんですが一つはですねあの、まあ、イメージとしてしやすいと思うんですけれどもあの外来魚によって在来の生物が食べられてしまって少なくなるというような、まあ、そういうような影響だったりそれから競争っていうのはですねあの在来魚と外来魚って同じ餌を あの食べるとか同じような生息環境をめぐって競争するっていうようなことがあります。でこれで競争に負けてしまうと、まあ、あの在来量が減るっていうようなことにまあなりかねないと。それからあの交雑ですね交配、まあ、交雑をして、まあ、遺伝的に混じり合ってしまうで今日の,あのメインテーマなんですけれどもこの交雑っていうのもあの起こります。でそれから病気これはですねもともと野外にはなかったあの、えっと、在来のあの 生態系にはなかった病気っていうのが外来生物が入ることによって持ち込まれてそれが蔓延して外来の生き物がバタバタ死ぬというようなことが過去にも起こっています。はい、で、まあ、2つ目ですけれども、まあ、人間の生活を脅かすこれは割とあの分かりやすい影響で、えー、と例えば毒を持っている生き物だったりとかあの、まあ、牙の鋭い生き物なんかに噛まれたりとかして、まあ、人があの身体的にあるいは生命の危機 に陥るようなそういううういい影響があるというようなものでそれから農林、ね、水産業の影響ですけれども、まあ、農作物を食べ荒らしてしまうとか、まあ、そういう影響があります。で、まあ、この中でですねあの今日はあの交雑についてもう少し詳しくお話をします。であの交雑はですね、まあ、どういう時に起こるかなんですけれどもあの同じ種類。 あるいはまあ禁煙の種類というのがいる場所によそから他の,あの同じ種類であったりとかあのえとまあそれからまあ品種改良されたようなものっていう改良品種っていうのを放流した場合にですねあのすごく簡単に交雑する場合があります。でそうするとですねあの遺伝的に混ざり合ってしまってまあ遺伝子汚染が生じるということになります。遺伝子汚染が何ぞやなんですけれども えっとまあ、あの在来集団と交雑することで、まあ、遺伝的に混じり合ってしまって遺伝的に純粋な在来集団が失われてしまうことになりますで、まあ、怖いのはですねあの一度混ざると元に戻すことはできないとであのよくこう絵の具に例えることがあるんですけれども、まあ、例えばあの黄色い絵の具と青い絵の具を混ぜるとあの緑,の絵の具は緑になると思うんですけど、まあ、そ,そこからですねもともとの黄色い絵の具と 青のの具に戻すすことっていいうのは難しいですよね、まあ、それと同じような感じであの在来の生き物とそれから外来の,あの生き物っていうのをこうあの混ぜてしまった時に、えー、混ざったものから元の,あの在来の系統っていうのを取り出すっていうことは基本的にできないわけです。でそうしてしまうとあの長い長い時間をかけて、まあ、その地域の,あの風土とか、まあ、環境に適応するように えと作られてきたというかできてきた、まあ、遺伝的携帯的生態的な特徴が一瞬にして、えー、消失するということになります。で遺伝子汚染のまあ例として、えー、土壌について大阪府の,あの土壌についてお話をしたいと思います。えー、土壌 知らないっていう人はおそらくいないんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあの最もあの身近な魚の一つだと思っていまして、まあ、私たちの生活だったりとか、まあ、文化にですね、まあ、とてもあの関わりの深い魚だと思います。でこの土壌はですねあの大きなグループ分けとしては鯉の仲間です。であの分布はですねあの北海道以外の,あのほぼの 全国にえっと分布在来分布をしています。でま、国外も分布をしていて、ま朝鮮半島からま中国台湾などに分布しているとで生息環境はですね。ま河川それから溜池水田。それからその用水路なんかに住んでいます。可愛い魚です。 でですね、あの日本に、えっと、侵入している外来土ジョというのは、まあ、いくつか、えっと、種類があってです、ね、ちょっとややこしいのでここでまとめておくんですがあのまずはです、ね土、土壌に禁煙な別種が何種類かあの報告されています。でそのの中でも代表的なのが空土壌っていう 土壌とは別種の魚なんですけれどもこれは大阪府でも見つかっていますが定着は今のところ確認されていませんただですね、他の都道府県では結構導入されて定着して被害が出てきている場所っていうのもありますので要注目の種類ではありますそれからですね、二、えっと、つ目ですねこれもややこしいんですけれども土壌の外来系と同じ土壌っていう種類の中に複数の あの系統っってていいうううののがが遺伝的にあの違う集団っていうのがいます。で、日本に分布している土壌にはですね同じ種類の中に遺伝的に大きく異なる2系統が含まれていてでそのうちの1系統はあの在来生物在来系統ですね。でもう1個は、えー、と国外の系統であります中国大陸原産の外来系統になります。で今日はですね、まあ、ややこしい方の話ですねをします。 でえっとまあ、大阪府においてです、ねこの、この2系統がそもそも分布しているのか、どんなふうに分布しているのかということが1つ目の疑問、それから2つ目はです、ね、2系統、この在来系統外,あの外来系統っていうのは、あの携帯で見分けられるのかどうか、それからです、ね、3つ目に、まあ、どんなふうにして、えっと、分布を広げてきているのかと、まあ、そういうようなあの疑問があります。 でまずはですね大阪府における2系統の分布がどうなっているのかということをご紹介したいと思います研究の方法ですけれどもあの大阪府の野外でですねちょっとえっとな一昔前にはなるんですけれども2018年か2019年に採取された標本を、えー、用いましたそれからですねそれとは別にま大阪府で 販売流通している土壌っていうのが何者なのかなっていうのを調べたかったので、えー、釣り具店で生き餌としししててて販売されている土壌を購入して、えー、調べましたであの遺伝子解析をしたんですけれどもちょっとややこしいことは置いといてですね核 DNA っていうのとミトコンダリ DNA っていうのをあの用いて2種類の解析をしました。 で一つ目の核 DNA の解析っていうのはすごく簡便な方法で一方で細かいことがちょっとわからないんですけれどもミトコンドラ DNA の方は遺伝子型を遺伝子配列を調べてちょっとより詳しいことがわかるような解析方法ですで早速結果なんですけれどもこれ大阪府ですねで、えっと、白い筋がこういっぱいありますがこれ川ですね はい、水系を示していますでですね、えー、と緑色が、えー、在来系統で、えー、と赤色オレンジ色が外来系統そして、えー、黄色が交雑になります交雑個体になりますで、まあ、円の大きさはですね、まあ、個体数の違いを示しているんですけれどもであのこれを見ますとですね、えー、大阪府の野外採集された、まあ、70個体 使ったんですけれどもそのうち在来系統というのが16個体で外来系統が58個体考察個体が3個体ということで純粋な在来系統は全体のわずか20%だったという結果になりましたで一方でですねあの釣具店で購入した流通している土壌っていうのを調べるとすべて外来系統でしたで えとまあ、地理的なあの分布についてちょっと詳しく見てみますと、えー、外来系統はですね、まあ、一つの河川にいるわけではなくてですねあの複数の河川にえっと分布していることが分かります、えー、なので、えーとまあ、1回どこかで導入されたものが広がったっていうのではなくて、まあ、異なる地点で何回か導入されたっていうことが言えると思いますそれからえっ、ー、とまあ在来系統 しか検出されてない純粋な在来集団というのはですね北部の本当に一部の地域のため池または用水路だけに残っているということが分かりましたで、まあ、なのでその在来系統の遺伝的な特徴というのはもうちょっと詳しく見てみますと。 えっとまあ、遺伝子型を見てみますとです、ねあの、この北部の、えー、に分布している個体あので取れた個体というのはですね、ね他の地域ではあの検出されていない、えー、固有の遺伝子型というのが見つかりました。それだけで構成されていました。で一方です、ね、まあ、ちょこちょこ他の場所でもあのこの緑で、えー、と示している在来系統が出てきているんですけれども。 この場所はあの交雑に由来している、えー、と交雑を経験している系統個体であるということがあの分,かっている分かりました。であるいはその国内で他の地域で広く検出されている遺伝子型っていうのは外来集団に由来する可能性が高いと。それからこの一番下の,あの南のですねあの地点では。あの で検出された個体の遺伝子型というのが、まあ、奈良県とか、まあ、和歌山県の葛城市なんかでも検出されている遺伝子型になるんですけれども、まあ、なのであのこれ自体はですね検出された遺伝子型自体は地域固有の可能性があるんですけれどもただしこの集団を見てみると、まあ、外来系統とか交雑個体が入っているので、えー、と集団としては交雑集団純粋なあの在来集団ではないということになります。 でまあ、このえっと在来系統と外来系統がこんなふうにえっと分布している状況っていうことで、えっと、もうちょっと勘弁にです、ね、あの市民の方とかがまあ参加するような調査で調べることができないかなということを考えましてそれで携帯的な判別法をまあ開発できないかなというふうに考えましたでこれはですねあの在来系統と外来系統遺伝子あの解析 で判別したあの個体の写真を示しているんですけれどもこれなんとなく見るとですねなんか色が違うなとかあの黒いコンテンツの模様とかがちょっと違うなっていうふうに思われるかもしれないんですけれどもこの色とか模様っていうのは結構個体変異があの大きいのであまり当てにはならないんですね。であの結果が分かってるからちょっと言うんですけれどもあのよく見てみるとですねこのシリベルの位置がちょっと 在来来系系統統と外来系統で違うようよに見えますかねあの、えー、と尻びれがちょっと前寄りにあるでここのこの,あのビーブですねがここ長く見えるのが在来系統でここが短く見えるのが外来系統なんじゃないかなというふうにま考えましたでそれからですね、まあ、一応こういうヒレの乗の数っていうのもあの数えてみました。 でまあ、あの市民参加調査での実用化を目指したいというのがあったので、まあ、簡単でありながら、まあ、比較的あの精度が高い結果になるような、まあ、そういうのが期待できる測定方法が望ましいかなと思いまして、えっとまあ、ちょっと後で説明しますけれども背びれの分子難条数というのと、まあ、ヒレの位置に着目をしました。 でえっと、背びれの分子難情数というのは何かといいますとあの背びれをこう支えているあの筋筋というかがあるんですけれどもその筋筋のうち先っちょはこう枝分かれをしているあの難条のことを分子難所っというんですけれども、まあ、その数を数えましたでそれからです、ねえっと、このヒレの位置ですね、えっと、ここ腹びれこう尻びれ尾びれなんですけど 腹びれの、えー、っとこの先端の部分付け根の部分から、えー、尻びれの付け根の部分までの長さっていうのを、まあ、X としてそれから、えー、尻びれの,この後端の付け根のところからあの尾びれの付け根のところっていうのを、えー y、としてで,、えー、でそれをですねあの在来系統と外来系統で比較するということをしました。あで変数としてはですねあの X 分の y っていうふうな変数を用いて調べました。 でまずセビルの分子難条数ですけれどもあ、えっと、核遺伝子に基づく系統があの在来系統のものっていうのはセビルの分子難条数はほぼほぼ6本でした。であの1個体だけ7本の個体が出てき,て出てきたんですけれどもそれをもうちょっと,えっと詳しく調べますと、えっと、ミトコンドリアに基づ DNA に基づく系統は外来系統。 まあ、つまり過去の考察に由来する,個体である一方でですね、えっと、外来系統についてあのセビレの分子難情数を見てみるとですね、まあ、多くの個体が7本なんですねでただしですね一部、えっと、6本の個体とか8本の個体が出てくるということでセビレの分子難情数だけでは区別することができないということが分かりましたで続いてあのヒレの位置 についてですヒレの位置のまあ変数で x 分の y なんですけれどもこれはですねあのまあ x と y どっちが長いかっていうことであの値がこう、えー、上下するんですが、えー、っとこの x 分の y の値が大きければ大きいほどあの尻びれが前に寄っていて尾っぽの部分が尾平が長いということになります。でこれを見るとですね結構あの顕著な違いがありまして。 えっとまあ、在来系統はですね、えっと、割とすごくあの値が大きくなるという傾向がありましたで一方で,ですね外来系統はまあ値が低く出るというふうな傾向にありましたであの先ほどですねあのセビルの分子難乗数が6本あの六本 あの外来系統でも6本のものが出てくるっていうことだったので一方でその在来系統ではあの全ての答えが6本だったので、えっと、セブレ分子難情数が6のものだけを用いて、えっと、判別分析どの値を基準に、えっと どちらの系統かっていうのを判別したらいいのかっていうふうな分析をかけたんですけれどもそしたら偶然ですね1.00だったんですね。すごく分かりやすい結果になりましてえつまり x の方が大きいか y の方が大きいかっていうことで判別ができるということになりました。でまとめますと、えっと、セビレ分子難情数が6かつ、えー、x 分の y っていうの,の値が1よりも大きい個体は在来系統。 それ以外の個体はは外来系統あるい交雑体と判別ができますで、えーとまあ、それ以外の個体でもうちょっと詳しく言いますと背びれ分子難乗数が7以上の個体あるいは背びれ分子難乗数が6かつ x 分の y が1よりも小さい個体これだと外来系統に判別されるということになります。 ただしですね、的中率は100%ではありません。95%ぐらいです。なので、まああのより厳密なあの判別が必要な場面では、やっぱり遺伝子解析をしないといけないということにはなります。ただまああの大雑把なあの傾向を見たいっていうような場合には、あのこの携帯、えー、的な判別方法っていうのが十分使えるのではないかなというふうに思います。 でえっと、最後にです、ね、あの写真を見ながらあの、えっと、今の判別基準,基準についてもう一回復習をしたいんですけれども在来系統は背びれの分子難情数これ最初の1本目はあの枝分かれをしていないので、えっと、数えないんですけれどもここから123456ですね最後の1本は根元がつながっているので1と数えます。で、えっと、6本。でひ、えっと、の位置を見てみるとこのえっと。 腹びれから尻びれの付けの部分の部分がま短くってこの尻びれの後端から尾びれの部分が長いとまあ、それが在来系統ですで外来系統に関して見てみるとまあ、これ典型的なものを示していますがちょっと見えにくいんですけれどもあのセビレの分子ランジ数が7ででえっ、ー、と鰭の位置を見るとあの,この尻びれがま後ろに寄っているとまあ、そういう風うになります。 そして、えっと、2系統の分布が、まあ、大阪府でどのように変わってきたのかということを、えー、お話ししますで方法ですけれどもあの大阪市立自然博物館にはです、ね、あの過去に採集された土壌の標本というのがたくさんありましてであのそれはです、ね、あの基本的にあのホルマリンで固定された標本なので遺伝子解析に使うことができないんですね。なのでこのあの先ほどあのご説明をした形態 に基づく判別方法というのを用いて遺伝子的系統を推定すると。で、この保管されている標本はですね、いつどこで採取されたものなのかということが記録されているので、その情報を用いて2系統の分布がどのように変わってきたのかなということを推定しました。で早速結果ですけれども、これ横軸に西暦ですね、で縦軸に標本数を示しています。 でえっと、白のバーが、えー、在来系統黒のバーが外来系統あるいは交雑個体になりますでこれを見ますとですね、えー、1999年まではですね在来系統のみが出てきてるんですねところが2001年以降、えー、外来系統が混ざり出すというようなことが分かりましたでこれを、ね、地図で落とし込んでみるとですねあの、まあ、1959年から1999年までは あの全域で、まああの、ちょっと間が空いてますけどあの全域で在来系統のみがあの出てきたのに対してです、ね、2001年から2013年の標本ではあの、まあ、割と広い範囲で外来系統と推定されるものが検出されたとで、まあ、広い範囲なんですけれどもよくよく見ると水系としてはです、ね、実は2つなんですね淀川水系とこ大和川水系なんですね。 でこの結果と先ほどの,です、ね、あの遺伝子解析によるあの最近の,です、ね、あの2系統の分布というのを合わせてあの分布変遷というのを見ていきたいんですけれどもでまずはです、ねえー、と外来系統 について見ていきますが、まあ、1959年から1999年は分布していなかったんですけれども2001年から2013年にかけて淀川水系それから大和川水系で広く見られるようになりましたそれからさらに時間時が進んで2018年から2019年にはさらにほかの系統でもこう見られ水系でも見られるようになりまして北部を除いた全域で分布するというようなことになっています。 で一方です、ね、在来系統を見ていただくと、あの1999年まではです、ね、府内に広く在来系統が分布していたんですけれども、2001年から2013年にかけてはです、ねえー、北部とそれからまあ南部の、えー、一部の場所でだけ、えー、と純粋なあの集団というのがいたのかなと、そして2018年から2019年になると、えー、純粋な在来集団というのは北部のみ、しか今のところ見つかっていないというふうなことになります。 でまあ、あの外来系統を見てみますと、まあ、あの分布拡大の傾向を示しているのに対して在来系統は分布を縮小しているというように推測されます。でまあ、外来系統が侵入 して、まあ、増えた要因というのはですねあのはっきりとはわからないんですけれども流通している土壌のほとんどがあの外来系統であるというふうに思われるわけなんですねでそれがあのさまざまな用途に用いられて、まあ、例えばあの食用に飼育されたりとかあるいは釣りの,あの生き栄ですね生きたままエサに使われるようなあのものだったりとかあるいはその給あの有給農地 あの使われていない農地をどう使うかというのを対策として、まあ、土壌の養殖がされたりとかです、ね、それから信仰で土壌を流したりでそれでまあご利益を得るような、まあ、そういうふうな信仰もあったりするんですけど、まあ、そういうのに流したりとかです、ね、してさまざまな、あ、原因というか可能性が考えられるんですけれども何らかの要因で野外に。 逃げ出したり放流したりして、まあ、それがあの増えてしまったんじゃない定着して増えたんじゃないかなというふうに思っていますで1、まあ、つえっとちょっと取り上げたいのがあのこ釣りの生き餌なんですけれどもで大阪湾周辺ではです、ねまあ、例えばタチウオだけじゃないんですけれどもタチウオ釣りの餌なんかとして生きた土壌が用いられることがありますで、えっとまあ、それ、まあ、売られた土壌っていうのを、まあ、遺伝子解析をしてみると、まあまあ、ほとんどが 中国大陸系統、まあ、外来系統で,で1個体だだけこれがですねあの、まあ、実際にあの大阪での外来系統の定着にどのぐらいあの関係しているのかっていうことははっきりとは分からないんですけれども、まあ、もしかすると関係しているかもしれないということを思っています。 でですね、あのまあ在来系統の分布域や個体数が減少した原因なんですけれども、まあ外来系在来系統に置き換わるように外来系統が分布しているっていうようなあの状態あの状況からですね、外来系統の侵入が在来系統の生産に何らかの悪影響を及ぼした可能性が考えられます。まあどのようなあの影響があの実際具体的にあのあるのかっていうことはまだあの研究途上というかわからないわからない部分が多いんですけれども。 何らかの影響があっったに違いないいなと思っていますそれからです、ねあのまあ、そもそもですね土壌が生きやすい環境、まあ、生息に適した環境っていうのが、まあ、全国的に減少している、まあ、傾向にあるんですけれども、まあ、なので大阪でもです、ねあのまあ、水田がとか水路がこう、まあ、整備されたりなんかして土壌が好きな生きるのに都合のいい環境っていうのが減少して それが在来系統の減少に影響している可能性も十分考えられるかなというふうに思っています。で先ほども申し上げたんですけれどもその外来系統と在来系統がどのような作用相互作用があるかとかです、ね、そういう生態的な研究というのがなかなか進んでいないので今後の課題かなというふうに思っています。 でえっと、今後の課題なんですけれども、えっとまあ、あのとにかく大阪の,あの在来系統っていうのは、まあ、危機的な存続の危機にありますので、まあ、それを保全しなきゃいけないなっていうことですね。でそれからですねあの、えーまあ、その、えっと、基礎となる基礎研究となるあの生態研究なんかっていうのがあのまだ あ,のあまり進んでいない状態なので、まあ、それを進める必要があるということそれから、まあ、在来系統のより詳細な分布状況の把握をする必要があるそれからですね、まあ、土壌の放流っていうのがどのような影響があるのかっていうこと、まあ、今の分布状況なんかについて、まあ、各種業界だったりとか、まあ、地域行政に復旧啓発をしていく必要がある。 それからですね。あの、とにかくま在来系統をまあ早くえっと保存しない。あの生息場所を守ってか守っていかなきゃいけないということを思います。で、それと同時にですね。あのま、その場所すらももうえっとなくなりつつあるんではないかなというふうに思っていますので、あの簡便な境内飼育ですね。あの普通に飼育をするのではなくてですね。あの、世代交代ができるような飼育の仕方ですね。っていうのをあの確立をして在来系統の生息域外保全。 これはその生息しているその場所ではなくてですねその外でまああの人の管理下でえと保全をしていくっていう考え方ですけれどもまあ例えばまあ各種研究機関の,あの,まあプーあの水槽だったりとかあるいはまあビオトープとか小学校とか中学校とかそういうところにえと協力をお願いするというようなことが考えられるかなと思います。 で余談になるんですけれども、まあ、他に注目している生き餌ですねとしてうぐいっていうのがありますであの商品名としてはあの大阪周辺ではですね銀平っていうような名前で生き餌として販売されたりするんですけれども、まあ、これもあの鯉の仲間で,であの日本であの広く分布している魚なんですけれども、まあ、特徴として。 海水へののの耐性っってていいいううががすすごく高いっていうのがありますでこれをあの生きたまま針にかけてですね泳がせながらあの大物を釣るというようなあの感じで、えー、使われるんですけれどもでこのうぐいの大阪湾周辺での,あのこれまでの記録っていうのを見ていくとですね、まあ、これまではですねあの大阪湾周辺あんまり取れていなくてあの向こう側とか淀川とか大和川とかの大きなあの水系のところで、まあ、時々取れるっていうような感じで泉州っていうのは空白地帯だったんですね。 でところがですね2018年以降にばらばらと,、えー、と初記録が出てきてこれは何一体どういうことが起こっているのかなと思って興味を持って調べてみました。 でまたあの遺伝子解析をしてみたんですけれどもそうすると、まあ、選手の答えはいずれも他地域出身他地域から持ち込まれたものであるということがあの分かりましたであの釣り具店とか、まあ、釣り餌の卸売をしている業者の方に聞き込みとかをしてすると、まあ、やっぱり他地域産のうぐいっていうのを生け、まあ、餌としてあの流通販売していますよっていう話でした であの海釣り用の生き餌として国内各地産のものがまあ流通をしていて海釣りの際に捨てられたり逃げられたりとかして、まあ、それがまあ先週地域の河川に遡上しているというような状況かなと思いますで定着の可能性なんですけれども、まあ、短期間のうちに複数個体が採集されていることとか、まあ、今後もあ立ち行き産のうぐいが放流され続けると予想されますのであの産卵に適した環境さえあれば定着する可能性は十分にあるのかなと思っています。 でまあ、今回、ですね、まあ、たまたま記録のない場所、泉、ま、州、あ、で取れたために気がついたんですけれども、あの在来集団が分布している他の地域だとあの発見が遅れる可能性があって、でまあ、すでにあの広範囲で交雑が生じているというふうに推測をしています。で続いて、ですね、えっと、メダカの例をお話ししたいと思います。であのメダカははでですすねね昔、えっと メダカ一種だったんですけれども。 あのまあ、形態的とかあの遺伝的にです、ね、あの違いがあるということが分かりまして、えー、今はあの日本に住むメダカは北のメメダダカカと南メダカに分けられていますで、えー、と大阪に住んでいるのはです、ねえー、と南メダカになるんですけれどもあの南メダカはあの日本の固有種で、えー、分布としては太平洋側は、ま、東北地域からそれから日本海側は近畿地方から、えーえー、と南は琉球列島まで、えー、分布しています。 で生息環境はですねあの土壌と似たような感じで、まあ、河川、ため池、水田、用水路なんかに住んでいます。でメダカもです、ね、聞いたことないっていう人はもうまずいないと思うんですけれどもあの土壌に劣らず身近な魚ですね。でですねまあ、この,あのメダカにですね、まあ、今、異変が起こっているんですけれども、まあ、大阪で、まあ、例えば川遊びなんかをしてメダカを救いました。で さあそのメダカは一体、えー、と何者でしょうか在来生物なんでしょうかというふうなことを考えると実は、ね、いろいろなあの、えー、と考えの可能性があるんですね。で一つはです、ね、あの野生の、まあ、南メダカであると、えー、これはあの在来生物ということになりますでそれからです、ねえー、と他の地域のメダカである可能性もあるそして、えー、人工的に改良された、えー、品種である可能性もある。 そしてそれらが交雑したメダカである可能性もあるということで、えー、在来生物かどうかわからないんですねで見た目で判断できないことっていうのもあ,のありますのであの純粋なというかヒメダカだったりすると色が違うのであの分かったりするんですけれども交雑しているとまずわからないと思います。でまあ、これらはです、ねまあ、元々あの同じ種類なので 容易ににに簡単に交雑をしししまますそてて遺伝的に混ざり合ってしまうとでメダカの地域集団なんですけれどもあのこのグレーで示したのは別種の北のメダカなんですが、まあ、それ以外の色分けしているのが南メダカの地域集団になりましてあの種内に遺伝的に異なる地域集団というのが細かく分かれていますで大阪の遺伝子型はですねあの瀬戸内海の周辺でよく見られる遺伝子型になっています であのこれ、私の研究ではないんですけれどもあの大阪府における外来メダカの分布状況というのを調べた研究があるのでご紹介をします。でこれはですねちょっと、えっと、これも10年ぐらい前にはなるんですがあの55地点で、えっと、大阪府の55地点で最終調査をしてミトコンドリ DNA を用いて解析をした結果なんですけれどもこの黒丸で、えっと、示しているのが在来の遺伝子型のみ検出された場所。 で赤で示しているのが、えー、外来の遺伝子型が検出された場所で黄色で示しているのが、まあ、外来の疑いのあるけ遺伝子型が検出された場所で外来の疑いのあるっていうのはです、ね、あの流通している姫高でよく検出される遺伝子型ですけれどもあの必ずしも外来とは言えない、えー、というような遺伝子型になるんですが。 でまあ、その黄色をちょっと省いてみたとしてもです、ね、外来の遺伝子型というのがものすごく広く分布をしていて在来,の遺伝子型の在来の集団というのが脅か,さ脅かされている状況にあるということがお分かりいただけるかなと思います。 でちょっともう時間がなくなってきたので、まあ、トントンといくんですけれども、まあ、最後にちょっとまとめとして、今から地だらけのスライドが続くんですけれども、ちょっとまとめをしたいと思います。であの外来魚による遺伝子汚染についてですけれども、まあ、課題としてはです、ね、一度侵入した外来魚は容易に届け取り除けない場合が多い、で特にです、ね、交雑が生じた場合は、純粋な在来集団に戻すのはほぼ不可能。 そして遺伝,集団遺伝子汚染の状況というのは目に見えないので実態を把握しにくくって把握できた頃にはもう手遅れになりかねないとそして生息環境の悪化により在来の保全をしたい在来集団そのものがもう弱ってしまっていて生息域とか個体数が減少している場合というのも多い。そして まあ、国外外来生物に関してはあの放流したらいけないんじゃないかという認識は割と高いと思うんですけれども、まあ、国内の他の地域から持ち込まれるようなものであったりとか飼育品種、まあ、例えばヒメダカなんかが、まあ、こう増,え増えすぎちゃってあの川に戻してあげたほうがいいよねみたいな考え方の人は、まあ、言ってい,るといると思うんですねで、まあ、そういうあの行為がです、ねまあ、知らず知らずのうちに外来生物を生み出すことになっていると。 善意良かれと思って放流をするんですけれどもものすごく、えーまあ、生物多様性の,あの損失につながるようなことをしているということになります。 でこれはですね、えっと、それからですねあの大阪府ではですね外来生物対策のための地方条例というのが整備されていません、でこれどういうことかといいますと、まあ、あの国が制定したですねあの外来生物法にのっとったあの行政というのが行われているんですけれどもあの何でしょうねその地,域の固有地域に固有なあの課題に対応するための,あの具体的な仕組みを持つ条例というのがないということなんですね。 それからです、ねえーとまあ、人間社会への悪影響というのを感じにくい、まあ、あの遺伝子汚染が起こってますよと言われても人間にどれだけ影響があるんだろうということを考えるとちょっと感覚としては感じにくいとなので、まあ、対策が後手に回りがちということがあります。 例えばです、ね、大阪府生物多様性地域戦略っていうのがありまして生物多様性の保全と、えー、持続可能な利用に向けた取り組みを推進するためのあのに策定されたものなんですけれどもその中で、えー、と外来生物に対する取り組みっていう項目があって、えー、大阪府外来生物アラートリストっていうのがあ作成されました。であの 健康被害とか農林水産業の被害とか生態系被害の大きいものっていうのをリストアップしたものでこれリストアップされたものを優先的に対策を検討していきますよっていうようなものなんですけれどもあの魚類に関してはですねすべて特定外来生物が載っています。それ以外の生物は載ってないんですねで まあ、あの遺伝子汚染に関する問題っていうのは後回しにされるということなのかなというふうな感じがするんですけれども、まあ、当然ですねあの使える資金であるとかあの労力っていうのは限られているので、まあ仕方ない面はあるんですけれどもあの外来生物の対策としてはあの十分とは言えないとで、まあ、外来魚による遺伝子汚染についての,あのまとめ、えっと、対策についてなんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、研究機関であるとか、まあ、行政 のがすべき対策としてです、ね、あの希少な在来集団の生息場所を保存するで、まあ、場合によっては生息域外保全をすると。 でまあ、研究者がやるべきこととしてあえと、まあ、地域集団を把握したり、えー、簡便な識別方法だったり、まあ、経済飼育の方法を確立,したりしてえ確立したり普及したりすると、そして、まあ、これはです、ね、あの外来あの学芸員の仕事としてとても大事なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、外来生物問題について、まあ、地道な普及活動を続けると。でまあ、あのいろんなな人が対象になって なってまあ、一般の人からそれからまあ地方行政の人まで,です、ね、あの対象になるんですけれども、まあ、例えばです、ね、まあ、先ほど外来生物に対する取り組みとして、まあ、遺伝子汚染、えー、を、まあ、あの取り入れてもらうというのは難しいということであればあの希少な在来生物の集団を保全するための,あの施策として検討していくことはできないのかなとかあるいはその一般の人に対してだ だとまああのそもそもあのどれが何が外来生物なのかなとか何が問題なのかな私たち一人一人にできることは何なのかなということを、えー、普及し続けるということが必要だと思っています。そしてあのまあ私たち一人一人にできることって何だろうかっていうふうにそんなあの大きなことがで,できるとは思えないなっていうふうに思っておられる方もいると思うんですけれどもできることっていうのは結構たくさんありましてでまずはその外来生物 の,あの対策としても基本中の基本なんですけれどもまず、えー、と外来生物を持ち込まない新たな外来生物を、えー、増やさないもうこれ以上、えー、と侵入させないということで、えー、生き物をあの飼育する場合、まあ、どんな生き物を飼う場合もですけれども、まあ、決して逃がさない離さないということがとても大事になります。 それからです、ね、2番目に外来生物問題を正しく理解し広めるで正しく理解することによってです、ねまあ、ちょっと変なことをしているんじゃないかなということがあった場合に例えば、まあ、新たな外来生物を生み出そうとしている人、まあ、放流しようとしている人 をを止止めめたりりとととかですねあの放流ししようとして団体を止めることにもつながりますよねそれから外来生物問題に取り組む活動を支持するその活動に参加したりとか寄付をしたりとかすることで支持をして応援するっていうことが外来生物対策の推進に大きな力になると思いますそして3番目に地域の自然を見守る。 であのまあ、都会に住んでいるとです、ね、あの身の回りに自然なんかないやって思っておられる方もいるかもしれないんですけれども、身の回りをよく見るとです、ね、結構自然ってあるんですねで、そういう身の回りの身近な自然っていうのをです、ねまあ、継続的に観察し続ける。 でこれによってです、ね、あのいつもとは違うことが起こったときに気づくことができる、でまあ、例えば新たな外来生物が侵入したときに、まあ、それを気づくことができる、でまあ、外来生物の対策としてとても大,大事なことはです、ね、あの初期の段階で食い止めるというのはとても大事なことになりますので、このことがこの、えー、侵入に気づくことができるというのはととても大きなことになこにるんですね、はい、で私たちにできることはあのとてもあの大きいというふうに、えー、思います。 でえーですね、最後に宣伝になるんですけれども、あのまあ、外来生物に関する基礎知識だったりとか、あの大阪府の外来生物の問題なんかについてあのまとめたあの解説書っていうのが、大阪市立選手博物館からあの発行されています。でタイトルがです、ね、知るから始める外来生物っていうタイトルになりますので、気になる方は検索してみてください。え以上で本日のトークは終了ししまますありがとうございました